この塩釜口駅ね、これ見えますでしょうかね。これ駅名の下にね、名城大学前って書いてあるじゃないですか。つまり名城大学がある駅なんですかね。名城大学の最寄り駅が塩釜口なんすかね。ここはね、桜本町駅です。桜通り線の駅ですね。南区に来たとこですね。名古屋市のね、南区に来たんですけども、ここがね、目的じゃなくて、ここからね、ちょっと歩いて、笠寺の方まで行きます。ということでね、笠寺駅に到着しました。南区の代表駅ですね。はい、向かい側にあるのが JR の駅 で、その後ろをね、右側にあるのがね、外資ホールというね、コンサートとかやるね、ところですね。バスがやってきました。多分あれがね、折り返しね、新玉橋行きのバスになるんじゃないかなと思います。鳴子北駅に到着しました。南小高駅に到着しました。緑区の代表駅です。またね、ここからね、バスを使ってね、鳴子北駅に戻ります。そしてね、この駅の向こう側の方にね、大高緑地公園っていうのがあって、それもね、ここの南小高駅のね、一つのスポットになってますね。新森山駅です。中央線の途中駅ですね。初めて来たの、新森山駅。これが線路ですね。ちくさ、ちくさ、お出口は左側です。 JR 中央線方面は後ろの階段をご利用ください。